ツイキャスのアプリがあるんですよ。それをツイッターでログインしてここにコメントが書けるようになった。ツイッターキャスで、あー、インスタはぜひやってくださいよ。やってもいいんですけど、あれぐらいですよ。あー、でもね、楽ですよね、あんまり来なくても。なんかポン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 って加工して、綺麗にできる。あー、そうですね。はい、やりすぎ感がある写真も多いですね。まあ、インスタでも続けてくれたお客さんは、そのつながりを、命のつながり、初めての建設、交流業は強いですよね。ここもあると思うんだけどね、ここもインスタで食べてます。ただ、ああいう出向とか、マーティン・デイヴィッソン、オーディション。またこう、うまく集まってくるんですね。FM機能案よりグッバイミュージックをお届けしております。さて続いては、ハーレー・ダビッドソン沖縄のコーナーなんですが、今日も社長はですね、アメリカの方に出張に行っていますのでそうなんです、お休みですが、はい、私たちにお送りしていこうと思います。小井さん、バイクは乗りますか？あのスクーター、かわいいスクーターに乗ります。あ、かわいいスクーターになりましたハーレーを乗るような男になりたいですね似合いそうね、渋い感じで乗ってそうな気がするんですけど、ハーレーはどんなイメージですか？ハーレーは、あの裸に革のベスト的な。そうですよね。また出ました。私も同じこと言いました。同じこと言いましたけど。いやでもあれはね、結構こうでっぷりなおじさんがこう出てて、そうですよね、あれはかっこよかったりしますよね。ね、ですよね。ハーレーなんですけども、今ですね、ハーレー・ダビッドソン沖縄ではレンタルをやっていましてですね。はい、ハーレーをその日だけレンタルしちゃうとかっていうことが可能になっています。なので、いつもハーレー乗ってる人はもちろんなんですけど、ハーレー乗ったことない人で大型の免許を持ってる方、沖縄に来てハーレーを借りちゃうっていうことがね、できるんですよ。最高ですね。うん、最高ですよね。で、あの沖縄の海とかをね、海沿いを走っていただくと気持ちいいかと思います、ね。で、バイクに乗ってる人はワンちゃん連れてくの難しいのかな。あれがあるじゃないですか、あれを背負えばいいんですよそうだ、そうでした。いいものがあります。ワンコオンブするみたいな、あのバックパックみたいなのが今はい、そうだ、エビゾを持ってるあるんですテーブルさんで購入しました、また買わされたんですね K9 ですね、はい、K9 バックパックがあるんですよ、はい、あら、それでシェアをして、そう、ワンちゃんの専用のリュック、うん、でも首と顔と手が出るんで、うん、こうご主人と密着感というか一体感があって怖がらなくて、あ、なるほどね。エビゾウそれでよくお祭りとか行ってるんですよね。そうなんです、それで行ってるんや、エビゾウお祭り、はい、それで結構有名人この間のフードフレアもそれで行ったんで、有名系です。エビゾウっていう名前が書かれたこと血が張ってあるんですよパッチもつけれるんですね、オーダーでできるので、それわざわざ会社にオーダーして作ってるんです。エビゾーって何、私もう戦場札みたいなやつなんか名前じゃない、名前が名前だけアルファベットですよ、アルファベットで、アルファベットでエビゾーって書いてますけどね。桜飛んでた今、ね、いいかもしれない、それもいいです
ね。それはそれでいいですよね。でも結構ね、あれ背負ってるとどこでも入れちゃうんですよね。意外とお店の人気づかない、まあね、それはどうかと思うんですよ。普通にコンビニ入ってみましたとかなんか言って、わかんよね、お店と一緒にマンゴーを買いましたみたいな写真がインスタにアップされてきて。そういうことあるでしょ、銀の座の。あ、はい、あ、もう一緒に行ったんや。一緒に行ったんですよ、エビゾー背負って。マンゴー買い、エビゾーと滑り台を滑ってみました。あ、じゃあその写真じゃあそれインスタに上げてる。インスタにアップします。メグちゃんフォローしよう。フォローしてください。主人が結構、ね、滑り台悪乗りしてるの。あ、なるほどね。最近ね、それでね、あのキックボードっていうんですか、はいはい、ゲッターみたいな、あれ買ってきて、エビゾーと一緒に乗る、もう大変やな。家で練習してます。自転車にね、来られる方、うちのお客さんにもいて、犬が楽しそうなんですよ、なんか、うん、落ち着くんですよね、ね、入ると不思議ですね、不思議と。あ、だから、一着してるからよね、先ほどおっしゃったように、いいね、うんだからハーレーとかで犬が後ろを背負われててもかっこいいかもしれないですね、うん、いいかもしれない。これ風強そうですけどね。ちょっとあのこうなんていうの、こうあのサングラスみたいな。あ、はい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 、サングラスみたいな。そんなんあるんですか。ねえ、犬用じゃあ今度仕入れますんで買ってください。なんかちょっとやっとったらな、なんかこう目乾きそうよ。あ、エビゾー目がでかいからね。エビゾー目が大きいんで欲しいです。あと、あのワンちゃん用の水中メガネ、ゴーグルとかってあるんですか。いや、それはでもあると思います。サングラスとかも普通にあったり、帽子もあるんで。友達のケンちゃんがゴーグルつけてて、ね、はい、あ、そうですか。そういうのって本当にあるのかな。あ、いや、あると思いますよ。結構子供用だったのか。靴もあるんですよ。靴ね、ありますよね。そういうメガネ系をつけると風もハーレー乗っても大丈夫かもしれない。ね、でもまあ50の後ろなんでちょっとねカバーされてる感じがあるので可愛いかもしれないです。そうですね。ツーリングに行かれる方、週末にねいろいろとお出かけされるかと思うんですけども、福井さん、なんかあのツーリングでどう行ったらいいんじゃないかっていうおすすめスポットってありますか。おすすめスポットですか、うん、まあ、うちのお店が2軒あるとして、はい、それ以外だと。そうですね、僕はやっぱりあの泣き人の方のビーチがすごい好きなんですよ。どんなビーチですか。まあ、あんまり教えたくないんですけど。ですよね。でもあのちょこちょこもう本当に小さいビーチがあって、あのプライベートビーチみたいな感じで、うん、僕よく行くのはカバカっていうビーチなんですけど、実際お墓がたくさんあったりする場所で、まあ、ちょっとダメな方はあれかもしれないですけど、すごく綺麗なビーチで、ちょっと泳いだらもうシュノーケリングでもサンゴが見えたりとか、はい、そうですよ、ぜひ、キジンの方もいいですね。そうですね、海綺麗でしょうね、きっと。やっぱりちょっとね、ヤンバラの海は、少し違うかもしれないですね。ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。で、ハーレー・ダビッドソン沖縄からのお知らせ一つなんですけども、もうすぐ旧盆ですよね。旧盆のお休みがあります。はい、ハーレーダビッドソン沖縄は23日木曜日から27日日曜日まで夏季休業となっておりますのでお知らせいたします。23日から木曜日からお休みということです。そしてですね、この番組のお知らせも一緒にしとこうかな。番組のお知らせなんですけども、来週の月曜日は放送あります。ですが9月からなんですけど、9月から金曜日の方に移動することになりましたので、はい、9月から金曜日毎週ですね、ハーレーの従業員さんたちがゲスト出演をしてくれると思いますので、そちらの方もお楽しみに。どっちにしたほうがいいんですか、ハーレーの社員さん。そうでもないです。あ、そうでもないなんかもうなんかスキンヘッドにタトゥーバッチリみたいなイメージがゴリゴリの人ゴリゴリの人のイメージですね。そういう人もいますけど、なんか細いスマートな方、ね、いっぱいいらっしゃいます。で若い子もいるし、女性もいらっしゃいますし、女性もってたらかっこいいですよね。
ね、多いですよね。ぜひあの従業員の皆さんにもねお話聞いてみたいと思いますのでお楽しみに。ということでハーレー・ダビッドソン沖縄のコーナーでした。それでは、今週末そして今からお出かけされる方、お天気と道路交通情報をお伝えしたいと思います。まずお天気から。この後のお天気ですが、北東の風のち北の風晴れ、夕方から曇りの予報です。波は 2.5 メートル、うねりを伴う予報です。そうですね、台風が近づいているのでちょっと影響があるかと思います。この後の降水確率ですが、6時から24時までに 10%、 日中の最高気温は32度となっております。今日も暑いですので熱中症にお気をつけください。そして明日は台風19号の影響で、雨が降る予報です。北西の風やや強く、のち西の風強く曇り、昼前から時々雨、ところにより雷を伴う予報です。波は3メートル、のち5メートル、うねりを伴う予報となっております。降水確率、午前中が 20% から 50%、 午後の降水確率は 60%、 朝の最低気温は26度、日中の最高気温は30度となっております。そして、台風20号が近づいているのでちょっと週末の天気は変わるかもしれませんが、25日土曜日は曇りの予報、26日日曜日は曇り一時雨の予報です。20号がね、ちょっとね、来るかもしれないんですよね。また影響があるかもしれません。こちら、天気予報最新の情報をお気をつけください。そして、道路交通情報です。現在、沖縄自動車道、1点あります。沖縄自動車道上り、沖縄北インターチェンジ付近で故障車が止まっております。こちら通られる際はお気をつけて通行をしてください。そして現在の沖縄中部地方の道路交通情報です。現在王者名から前原に向けて長い渋滞が発生しております。そして、国道58号線福須熊から牧港交差点付近まで短い渋滞が発生しております。あとですね、普天間から石井田の付近もこちらも短い渋滞が発生しております。その他のところは、スムーズに流れているようです。今日もこれからお帰りの方いらっしゃるかと思いますので、車間距離に気をつけてゆっくりとご帰宅ください。それでは、一旦ここで沖縄よりお届けしてきましたグッダンミュージックなんですけども、そろそろもう時間が近づいております。銀のおたるさんからのコメントで、ビーチ赤若ビーチ、この前トワイスをミュージックビデオを撮影してました。そうなんですか。そうなんですか。でもなんかよく、撮影やってるみたいですね。綺麗なんで、そんなマイナーなところにねえ、そういうロケ場のプロは見つけちゃうんですね。見つけちゃうんですね。またそこちょっと有名になりそうだから、小井さん知られたかった知られたくなかったのにでもみんなのビーチなんで、ですね。ドワイスが撮影したらしいですね。コロンボさんありがとうございます。あと、あの、小井さん、あの、ワンちゃんと行ける、はい、あの、遊べるスポットでおすすめってありますか？うちの近くなんですけれども、はい、あの、ボアソルチというバーガー屋さんがあるんですけど、あの、ブンタっていう可愛い野郎がいるんですけれども、はい、フレンチブルがね、そうですね、そこは、あの、テラス席はワンちゃん OK なんで、あの、ハイカロリーの体に入れようなバーガーをかぶりつつ、ちゃんと戯れてください、あそこはおすすめです。本当にブンタも可愛いので、うちのお客さんでもあります。ありがとう。ブンタ聞いてますか？聞いてないと思います。ブンタなんかあの、犬見知りですか？そうですね、人にはすごくいい子なんですけど、結構あのやんちゃなんです。そう
そう、ワンコが来るとちょっと反応してしまう、ロガウトいこうとしたりとか、だからいつも遠くから見てヘビゾウも連れていくんですけどね、遠くから見つめてます。ヘビゾウはね、みんなと仲良くしたいね。そう、いつも嬉しいと思ってる。あんたもいいやつだよ。ありがとうございます。ということで、もうそろそろ時間なんですけど、今日はクイさんありがとうございました。ありがとうございます。なんかあっという間ですね。あっという間ですね。1時間、面白かったです。はい、また出してください。はい、またぜひ遊びに来てください。また行きますよ。はい、あの奥様も一緒にね。はい、はい、築地の方もね、いろいろ聞きたかったので、ぜひまたお越しください。はい、ありがとうございました。ということで、今日のお相手はメグとレイコと奥井陽介でした。はい、ありがとうございます。この番組は自由へのパスポート、ハーレーダビッドソン沖縄の提供でお送りしました。それではまた来週、さよなら、バイバイ。ありがとうございました。とてもですね、はい、おめでとう。いやー、ありがとうございます。プレゼントもらいました。200個はい、ありがとうございます。